こんにちは、梅坊の桜井達彦と言います。今作のどんてん返しの見どころなんですけど、チラシをですね、見ればわかるように客演さんが多いんですけど、皆さん、初めましての方も今まで梅坊に何回か出てくれた方とかも両方いるんですけど、皆さんね、それぞれ武器を持ってるんですよ。なんで料金払う価値あります。梅坊の魅力はセリフを全く使わないで、ずっと基本的には J-POP が流れてる中でアクションとか表情とかダンスとか、まあこう動きを使って一つのストーリーを表現していくというのがスタイルでして、主にはダンスですかね。まあ、結構本当になんか素晴らしいダンサーさんとかもいっぱいいつも来てくれたりするんで、そういうところを見ていただければと思います。武器を持っている方たちがそれぞれの自分の魅力をこう発揮してぶちかましてくれるんで、それをとりあえず楽しみにしてください。ストーリーは勝手に多分入ってくると思うんで、ということでよろしくお願いします。劇場でお待ちしてます。